ミエシコ一世プロントノギ、ミエシコ一世プロントノギ、ポーランド語、ミスコアイプラトーノギ。1130年頃から1211年5月16日は、シロンスク公、在位。1163年から1173年、アニ共同統治。ラチブシ公、在位。1173年から1211年、オポーレ公、在位。 1202年から1211年、クラックフ公及び、ポーランド大公、在位。1210年から1211年、ブワニスワフ2世、亡命公の次男、母は、オーストリア編教博レオポルト3世の娘で、ローマ王コンラート3世の威夫妹であるアグネス。ボレスワフ1世の弟、コンラートの2位。衣装であるチンバ公、プラトーノギーは、 1 4 1号世紀の年代記で使われるようになった。父が大公の地位を追われた1146年以後、三重子とその家族はザクセンのアルテンブルクに住んでいた。この都市はブワディスワフ世・フ二セリが義兄のローマをコンラート三世から一時的な領地として得られたものだった。亡命生活の間、三重子はミハエル・ソベルクとバンベルクで学んだ。 ところが一時的な亡命生活だったはずのブワディスワフ二世は、1159年にアルテンブルクで隠ししてしまった。息子たちは、父の遺産を回復すべく、戦い続け、4年後の1163年、新生ローマ皇帝フリードリヒ一世の政治介入によって、ミエシコと兄のボレスワフ一世、長信仰はシロンスクに帰還した。ミエシコ一世と、 ボレスワフ一世は1163年から1173年まで、ブローツワフ公国を共同統治していた。当初、シロンスクの主要な都市には、時のポーランド大公であるオジボレスワフ四世、マキゲ公の影響が残存しており、彼ら兄弟の支配力は、広い地域に及ぶものではなかった。兄弟は1165年。 ボレスワフ4世がバルトプロイセン人に対する十字軍に暴殺されている暇にこれらの諸都市を再征服した。しかし、間もなく、ミエシコ一世は自分個人の広告を所有することを望むようになった。この原因の一端には、兄が国家統治を独占して、ミエシコ一世をほとんど国政に参加させないようになったとがあると思われる。1172年。 ミエシコ一世は、おいで、ボレスワフ一世の長男であるヤロスワフを味方につけて、兄に対して、公然たる反乱を開始した。ヤロスワフは、自分の産んだ息子たちだけに、広告の相続権を与えようとしたまま母、クリスティーネの作望によって、修道士にされていた。反乱は、成功を収め、ボレスワフ一世は、ドイツのエアフルトに亡命した。まもなく、 フリードリヒ一世の介入で、ボレスワフ一世は、シロンスクに帰国したが、ミエシコ一世、チェシント、ラチブシュとヤスワフ、オポーレに領土を分割することを余儀なくされた。1177年、ミエシコ一世は名前をくれた叔父ミエシコ三世、ローコーが、クラクフ公国に対する支配を維持するための戦いを、支援した。この争いは、 クラックフ公国及び長子権の獲得を狙うに、ボレスワフ一世とおじを助ける、ミエシコ一世との間の争いを再燃させた。しかし、クラックフを奪取しようとする、ボレスワフ一世の野心は、これを危ぶんだ、ミエシコ一世とヤロスワフによる、再度の反抗に苦しめられた。そこで、ボレスワフ一世は一番年若いおじである、カジミエシュ二世、正義公と同盟し、 カジミエシュ二世は、クラックフを奪取して、ポーランド大公を称した。弟に、大公の座を追われた、ミエシュコ三世は、拉致部署のミエシュコ一世のもとに亡命し、ミエシュコ一世とカジミエシュ二世の戦争発生は、確実と思われた。しかし、カジミエシュ二世は、ミエシュコ一世との友好関係を構築する道を選び、ミエシュコ一世に、ビトム島シフィエンチム、および、 ビトム島シュフィエンチムの要塞、ミコーフ、チェビエシュ、プシュチナを与えた。一方で、ボレスワフ一世はドイツへ再度亡命、カジミエシュ二世の朝廷で帰国したが、同じくドイツから帰国した末程、コンラトがシロンスクに耐える相続権を主張し、グーグフを分割状とするのを余儀なくされると、1173年の分割もあって、彼の権勢はますます衰えた。 1195年、三重子一世と、老いアノスワフは、三重子三世のクラクフ公国及び長子権を回復しようとする試みを支援し始めた。カジミエシュ二世が未成年の息子たちを残して死ぬと、マオポルスカを奪取する機会も生じた。しかし、宮中博巫女愛に率いられた都市クラクフとサンドミエシュの貴族たちは、カジミエシュ二世の長男レシェク一世。 シルコを、新ししいい大公ととてて迎えると考え考た。別々の君主を押す二つ勢力は1195年9月13日、イエンジユフ近郊で起きたモズガボンの戦いで激突し、この戦いで、ミエシュコ三世はアフカデを追い、息子のボレスワフを失った。ミエシュコ一世とヤロスワフに率いられたシロンスクの軍隊は戦場に大幅に遅れて到着し、直後に、 三重子三世はカリシュに撤退した。レシェク一世一時派の軍勢には旧中白ゴボレクが味方していたが、シロンスクの軍勢は敵軍に対して大勝利を収めた。しかし肝心の三重子三世が戦場に言いなかったため、この勝利はシロンスクの金たちの権威を高めるだけに終わった。ただし、かなりのシロンスク軍病がサンドミエシュの貴族たちの捕虜になった。 1201年3月22日、ミエシュコ一世の老いであるヤロスワフが死んだ。オポーレ公国はその父親である、ボレスワフ一世の領地に戻り、ボレスワフ一世は一時的に勢力を回復したが、9ヶ月後の1201年12月7日、8日とも、に世を去り、唯一生き残ったバッシヘンリク一世、ヒゲコウが、その全領土を相続した。これを受けて、 三重コ一世は、オポーレの獲得を決意し、1202年の年頭に奇襲をかけることにした。三重コ一世は、オポーレを入手し、これを自分の領土に組み入れた。この勝利に飽きたらない、三重コ一世は、さらなる領土獲得を狙ったが、ヘンリク一世を熱心に支持していた、教会勢力がこれに反対した。グニエズの大司教、ヘンリク・キエトリチュと、 ブローツは不死共通ブリアンの朝廷によって、ヘンリク一世の領土は守られたが、代償として、ヘンリク一世は教会に対して、年100本の銀を納めなければならなくなった。1210年6月9日、教皇インノケンティウス3世の直書が出され、レシェク一世を含む、長子権を持つすべての統治者が破門され、廃位されることが宣言された。しかし、 この直書の中には波紋の対象となるポーランド諸公のうちシロンスク公の名前だけが外されていた。これは実際にシロンスク公を称していたヘンリク一世が該当していたと思われる。誰が権力を握るのかわからなくなったポーランド国家は混乱状態となった。亡命先から帰国していた国江津の大司教ヘンリク・キエトビチはボジコバで 教会会議を開催することを決め、誰を次のポーランド君主とするかという微妙な問題に決着をつけようとした。教会内の聖職会に応じて招集された会議では、ヘンリク一世や他の年少の諸行が押された。教会の支援を確保しようとしたレシェク一世は、司教たちの土地所有の基準を定める権利を教会に与える等、大幅な特権を差し出した。 ヘンリク一世やブアディスワフ三世、細足志はこの特権を承認しなかったが、これを基準として取り決めが行われるようにはなった。三重子一世は、ボジコバには来ていなかったが、グリフィスキ家の指示を受けて、軍勢を率いて、クラクフへと進軍することを決めた。混乱した市民は、三重子一世への全面的な支配を受け入れ、三重子一世は、戦うことなくクラクフの支配権を入手。 ミエシュコ一世の権力は絶頂に達した。しかし、翌1211年5月16日に亡くなり、ヤンドゥゴシュによれば、クラックフの大聖堂に埋葬された。ミエシュコ一世が死んで間もなく、レシェク一世がクラックフに戻り、大した抵抗も受けずに、大公の地位を取り戻した。1178年までに、出自不明のルドミラ、1210年以後に、ボッツという女性と結婚した。 ルドミラはその名前から、ボヘミア王国出身と思われ、プシセミスル朝の王女と推測される。歴史家の大多数は、彼女を、オロモーツ公、オットー三世デトレプト、その妻、ドゥランティナ、キエフ大公をムスチスラフ一世と二番目の日、ルババとの間の娘との間に生まれた娘だと考えている。少数派の意見には、彼女を、ボヘミア公ソビエスラフ一世か、ズノイモ公。 コンラと二世の娘。さらには、先ほどのオロモウツコを、夫を三世でトレブの息子ブラディミルの娘だというものがある。夫妻は五人の子供を設けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。